プレミア参戦の鎌田大地ナンマー戦のこのプレイが半端ないと話題に。日本代表の先制シーン、ボールを回収した森田が旗手へ繋いだ時には、すでに鎌田が中村敬斗に上がれと指示、ここからショートカウンター発動で得点となる。すごい、走れって指示出してる。どんだけ見えてんねん。ちゃんとボール来る前に敬斗にアイコンタクトまで取って手を上げてアピールしな。ボールはここに足元に出せと要求してる。あとは時間が合うスルーパス、完璧。指示も受け方もパスも全部完璧にはまったんだな。これがプレミアに行く鎌田大地か。しっかりスペース見つけるし、あそこに味方を動かし完璧パスを出す技術半端ないな。やっぱ人を走らせるパスはゴールに繋がるんだな。こんなスルーパスできる鎌田にラツィオのメンバー何人かパス渡さなかったしな。さっき解任後はパス渡すようになったけど、ボール受ける前の指示にクロースに感じた。鎌田のゲームメイクはもちろんやけど、森田の回収者中村の決定力もやばい。